お前の知ってる妹ももういないあるよ。カムイ、変わっていないのはお前だけある。お前は強くなってなんかいない。この星で生まれたカグラール、誰にも私の故郷を好きにはさせない。カムイ、私たちを覚えている者がいたことが嬉しかったのかもな。それから私は公安の主じゃない、効果だ。オイラたちはフェアリーキングの魔導士だ。安心して若、敵はもう意識さえない。死になさい。苦い、ところどころ味がない、うん、でもビルヘルミナが作ってくれたから美味しい。上だ、いや左、次はマスターはお前さんから魔王因子を食ったら勝ちだ。確かにわらわなら盗撮することくらい造作もない。じゃがどうせ取るならもっと美しく取るわ。わら、なんで二択なの。元の体に戻るのとみんなを救うの、どっちか一つしか選べないなんて変だろ。おい、その猫絵うまいんだろ。私が起こす。かわいい。誰がよ、やめてよね。自分の使い魔がミスミスボロクソにやられるのを黙って見てられるわけないじゃない。てわけでホムラの連中は想定通りの踊りをきっちり踊ってくれて、青服の奴らも引っ張り出せた。やっぱ城を開けてくれって言うの。ダメよ、キーがどこかわからないし。あんた大きいもの。どうかな、僕の水着。もうちょっと感想はないの。そんなのどっちでもいいでしょうが。守るべきものをてめえがその手で敵の手に送り返しちゃ世話ないってなもんですよ。嘘でしょ。だって私たちずっと一緒に。やばく、自作のことわざだからね、意味はないんだよ。もう一生無理とは言わないこと。それは可能性を自ら押しとどめる良くない言葉よ。はい、水瀬伊織、15歳、竜宮小町というユニットでアイドルやってます。そうだけど、なんか地下がスクールアイドルとかいうのやっているから一度見に来てって島から連絡があって。はい、ブラック。はい、ホワイト。何してんの。生きてるか確かめてるの。そっか、その度に安心できたの。私はここにいていいんだ、いていい存在なんだって。なんかモモだけただ働きさせられた感じでムカつく。間に合いますか。たちを呼んで正解だったよ。待っているよ、すべての種族と共に僕のたもとまでおいで。